はぁ、どうしたんだいマリサ。最近インストールしたソフトが妙に重くて裏で個人情報の送信をしてないか心配なんだぜ。それならワイヤーシャークを使って通信内容を確認すればいいぞ。ということで今回はワイヤーシャークのインストール方法や関連する法律と簡単な使い方と画面の見方について解説するぜ。ゆっくりハッキングチャンネル。そもそも、ワイヤーシャークって何なんだ？ワイヤーシャークはネットワークアナライザー、パケットキャプチャツールに分類され、ネットワークトラフィック、要はネットワークの通信内容を覗き見ることができるソフトウェアなんだぜ。この手のソフトウェアの中では一番有名でネットワークをやるなら必須のソフトウェアと言えるぜ。なるほどなんだぜ。例えばどんなことができるんだ？わかりやすい例だと、フリー Wi-Fi とかに接続してワイヤーシャークで通信内容を読み取ると、その Wi-Fi を使ってる他の人が、どのサイトにアクセスしているかや、暗号化されてない場合は ID やパスワードを抜き取ることが可能なんだぜ。やばすぎなんだぜ。関連する法律はどんな感じなんだ？電波法では盗聴自体は抵触しないが、内容を公開したり利用すると、抵触する可能性があるんだぜ。注意点として、有線回線の場合は秘密を盗聴するだけで抵触する可能性があるから、留意しておくといいんだぜ。わかったんだぜ。ゆっくりハッキングチャンネル。じゃあインストール作業に移っていくんだぜ。仮に Linux にはデフォルトでインストールされているから今回は Windows 10のインストールを解説するぜ。まずはワイヤーシャークと検索するぜ。検索結果のワイヤーシャーク .org がインストーラーをダウンロードできるサイトだぜ。サイトを開いたらダウンロードページを開いて Windows インストーラー 64bit をクリックしてダウンロードだぜ。 Mac の人は MacOS Intel 64bit.dmg を選択してアプリケーションフォルダに入れれば OK なんだぜ。ダウンロードが完了したので起動するぜ。インストーラーが起動したら NEXT をクリックだぜ。規約はよく読んで同意して進めるんだぜ。どのコンポーネントを入れるか聞かれるので、基本そのまま NEXT でいいんだぜ。次はショートカットの作成を聞かれるのでそのままで NEXT でいいんだぜ。インストール先もデフォルトで、ここのインストール、npcap はチェックを入れて NEXT だぜ。次に USB の通信内容もキャプチャしたい場合はインストール、usbpcap にチェックを入れるんだぜ。インストールを押すとインストールが開始されるんだぜ。この時、途中で npcap のインストーラーが別のウィンドウで表示されるんだぜ。規約をよく読んで I、agree で同意して進めるんだぜ。ここでオプション表示が出るんだぜ。各自で必要なのにチェックを入れるといいんだぜ。ハッキングレイムは Wi-Fi でモニターモードキャプチャができるようになる。サポート、RAW802.11、トラフィックにチェックを入れるんだぜ。インストールを押してインストールするんだぜ。完了すると NEXT が押せるようになるから終わったら押すんだぜ。するとワイヤーシャークのインストールが再開されるんだぜ。完了すると同様に NEXT が押せるようになるから押すんだぜ。あとはフィニッシュでインストール完了なんだぜ。インストールできたんだぜ。次は簡単なパケットキャプチャを行うんだぜ。ゆっくりハッキングチャンネル。簡単なパケットキャプチャを行う前にこの画面について簡単に解説するぜ。真ん中に表示されているものはインターフェースのリストで、ワイヤーシャークは選択したインターフェースのパケットをキャプチャしてほぼリアルタイムに表示するぜ。インターフェースは無線や有線など接続機器によって違うので注意が必要だぜ。なるほどなんだぜ。それじゃあ次は HTTP 通信のパケットをキャプチャして通信内容を見るぜ。今回は http://www.chiseki.go.jp という国土交通省地籍調査ウェブサイトにブラウザでアクセスして、通信を行ってパケットをキャプチャするぜ。なんでこのサイトなんだ？このサイトは HTTP 接続ができて通信内容が暗号化されてないからわかりやすいからなんだぜ。視聴者が見た時には HTTPS 化されてるかもしれないからその時は適当に HTTP サイトを見つけるといいんだぜ。わかったんだぜ。まずブラウザであらかじめ対象のサイトを開いておくんだぜ。次にワイヤーシャークでイーサネットを選択して、キャプチャーを開始するんだぜ。
開始されたら素早くブラウザに戻って更新ボタンを押すんだぜ。更新したらワイヤーシャークに戻って左上の赤四角の停止ボタンを押すんだぜ。これで HTTP 通信をキャプチャできたんだぜ。なんでこんなに焦るんだ？ PC にはいろんな通信が常にされているから早めに停止しないとパケットを溜め込みすぎてワイヤーシャークが重くなったり、解析したい対象のパケットが埋まって見つけるのが大変になるからだぜ。なるほどなんだぜ。次に対象のパケットを探しに行くんだぜ。今の数秒で1万2000のパケットをキャプチャしていて一つ一つ確認していたらキリがないので、フィルターを使って HTTP 通信のパケットのみを表示するようにするぜ。上のバーに HTTP と入力すればフィルターされるんだぜ。インフォのカラムを見てそれっぽいのがないか確認していくぜ。あったんだぜ。なんでそれなんだ？上の通信は HTTP だが URI がスラッシュで終わってないのと、503番は HTTP のステータスコードサービス、テンポラリリー、アナベイラブル。なので正常な通信を表す200番じゃないから違うと思ったんだぜ。じゃあ通信内容を見ていくんだぜ。真ん中のやつは通信内容をパースして内容を表示する場所だぜ。ちゃんと URI は http://www.chisec.go.jp になってるんだぜ。次に HTML の中身を見てタイトル要素を探すんだぜ。URI の下に行くと HTTP のデータが出てくるんだぜ。あったぜ。次にこのパケットの HTTP 通信のみにフィルタするように、HTTP ストリーム機能を使っていくんだぜ。対象のパケットを右クリック追跡、HTTP ストリームを選択だぜ。するとそのパケットの HTTP 通信のみにフィルタしてくれて、HTTP リクエストからレスポンストとデータを表示するんだぜ。こっちでもタイトル要素を探してみるんだぜ。あれ、日本語が全くないんだぜ。日本語は ASCII コードではデコードできないから表示されてないんだぜ。タイトル要素は見つかったが正常に表示されないので、右下の ASCII 形式を UTF-8 形式に変更するぜ。おう、変わったんだぜ。これで日本語もちゃんと表示されてタイトルもちゃんと表示されたぜ。HTTP 通信を見るときはだいたいこんな感じだぜ。最後にさっきの画面の各項目の説明を簡単にするぜ。まずナンバーが何番目にキャプチャしたパケットかで隣のタイムがキャプチャした時間だぜ。ソースはどこから飛んできたパケットかデストネーションはどこへ飛んでいったか。プロトコルはどんな通信プロトコルかでレングスはパケットの長さだぜ。インフォはそのパケットの主な情報とかを表示してくれる感じだぜ。その上の小さなアイコンはマウスカーソルを合わせれば説明が出てくるから割愛するぜ。真ん中のやつはパケットの中身をわかりやすくパースして表示してくれる機能だぜ。パケットの中身を見るときは基本的にここを頼りに見るぜ。下は実際に流れていたパケットの中身だぜ。パケット解析のプロレベルなるとここを最初に見るぜ。ハッキング霊夢はやっぱりこっちから見るのか？ぶっちゃけるとワイヤーシャークあんまり使わないから0800とかイーサネットタイプを読むくらいなんだぜ。それでも読むのか。ゆっくりハッキングチャンネル。今回はワイヤーシャークの解説、関連する法律、インストール方法、簡単な使い方について解説したぜ。今回使ったツール以外にもたくさんネットワーク系のツールはあるから、今後の動画で紹介していくぜ。楽しみなんだぜ。チャンネル登録してその動画を待つといいんだぜ。わかったんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。